とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、怒りビルド、使っていきたいと思います。昨日動画で紹介しました、怒りとパワーシェイカーを一緒に使うビルドですね。これをやっていきます。もう、昨日ちょっとお気に入りになっちゃってね、何回か使ったんだけども、やっぱり、強い。これはものすごく強いですね。ではデイリークエストやっていきましょう。それではいきましょう。初期 HP1 なんだよね。でさらに、敵がねクリティカルを持ってるんだ。きついねきついね。まあまあとりあえずポーションバリアを切らさないように、やっていきましょう。おいおい最初から結構、ちょっと待って待て待て待て、今のは変更ついて出しよう。ちょっと待って、変更付きやめてくれ。オッケー。まあね、変更と、あとトゲだね。まあ、それが来たら、やばいっていうことで、行きましょうか。もうどうしようもないもん。もう近接でね、こういう戦い方をするならば。もう仕方ない。おー、うわー、レイキー。ちょっと待って、反対側いるかもね。ちょっとね、レイキーの太いやつだけをまずは倒してから、いきましょうか。 OK。 でこれパワーポーションも一緒に取ると最高やね。危ねえ。うん、この攻撃が遅いやつに対しての霊気の凶悪さ厳しい。はい、まあ、とりあえずキャプテンは探すか。 あそこいそうね。いた、発見。ジオマンサーもいると。めんどくさいなぁ。ちょっと待て。ああ、ジオマンサーうっとい。あいついるとちょっと動きが制限されてダメやね。よし。ちょい。オッケー。お前もうっとしい。で、まずは何が来る？なまた？またいきなりですか？勘弁してよ、もう。一発目からこれって。いやいや、これね、きつくなるし、動画的にも真っ暗で見えにくくなるでしょう。まあ仕方ない。これで進んでいきますね。さあ、洞窟はいるでしょう。この前いなかったんだよ。危ねえ。クリティカル。クリティカルでゴリゴリ減った。OK。問題なし。OK。あ、敵があんまり固まることがないから、パワーシェイカーの進化が発揮されてないな。敵がね、もうとにかく固まってるところが、すごいね、発揮されていいんだよね、強さが。あー、ちょっとここはいまいちかな。まあいいや。OK、OK。奥に行きましょう。え、もしかしていないタイプ？また。この前もいなくてね。もしかして、あ、いや、いるいる。ここはいる。危ねえ。はいし。はい。え、霊気きつい。なんだ。モブ HP40%。あ、まあまあ。そんぐらいならね。大丈夫っすよ。40% ぐらいだったら、大丈夫。これが 100% とかなるときついけど。この先にはいないか。じゃあもうちょっと先にキャプテンがいるんですかね。探しながら行きまーす。あー、ちょっと待てちょっと待て、えぐいえぐい、ちょっと待って、何その冬射撃、やめろってえぐっ、びっくりしたわ。何今の攻撃、冬射撃がえぐいえぐい、なんだそれ。危ない、やられたけどさ、あと1機しかない。で何、プレイヤーダメージ 60% 減少、これはきついって。 OK、 まあまあ行きましょうか。いた、キャプテン発見。
オッケー。まあ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 、自分の HP はね減ってないんで大丈夫ですけどね。でもなかなか倒せなくなったね。危ない危ない。よし、とりあえず脅威がまず1個目でーす。あと2体か、最後の方かな。いや、いる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 、いたいた。よし、 OK。 うん、きつい。 OK、 アンプレーギリギリ。はい、2つ目。敵の HP が上がるとさすがに結構きついな。しかもナイトモードでゴリゴリ走ってくるもんな、あいつらが。ちょっと注意していこう。あと1回死んだら終わりだもんね。いた、こっちか。おったおった。しかし硬えな。待って待って、ザコもやばいやばいやばい。雑魚も処理していかないと。危ねえ、危な危な。よし、倒した。これはきついね。やば、危ねえ。危ねえ、死ぬ死ぬ。よし、脅威さん行きましたね。トゲとか出てきたら終わるな。よし、じゃあこのまんまボスまで行けるかな、行ってみましょう。トゲ、よっしゃ、ボスまで来ました。行くぞー。いけるかいけるかな。ダメージ与えれるでしょう。大丈夫やろ。ちょっと待て、相当きついけどね。よし、 OK。 あ、やばい、雲にやられた。よし、ちょっと待て待て、一応ちょっと逃げながらやります厳しい。待て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 、 OK。 やばやばいやばいやばい、あっぶねあっぶね。どこだ本体は。あ、いた。やば、クリーパーがさ、やばいやばい。お、あぶね、逃げろ逃げろ逃げろ、あぶねー。クリーパーがちょっとワンパンで倒せないっていうのが相当きついのよ。あぶねえ、あぶねえ。よし、 OK、 なんとか回復できた。あぶねえ、いくぞ。よし、やべやべやべ、相当きつい。よし、オッケーオッケーオッケー、やるぞやるぞ、絶対倒す、いける。よし、オッケー。いけないか、なかなか削りきれんね。やべ、普通に防護ついてるやつよりも硬い。まあそりゃそうか、そりゃそうだわな。行くぞ、本体どこ。よし、 OK。 いやー無理か、削りきらん。よし、あー固まった。やばい、固まるともう相当やばい。あ、ちょっと待って、矢がない、矢がなくなってきた。でも次行く。よっしゃー、いけましたね。あとはクリアするだけ。こっからも結構きついんだよな。ちょっと待てよ。あー、くそ、雲にやられた。やべ、危ねー。もうエボーカーはちょっと勘弁してもらおう。うん、よっしゃ、ちょっと待って、これはえぐい、これはえぐいぞ、これはえぐい。よ
あーちゃー逃げろ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 、クリアでーす。はい、ということで戻ってきました。多分ね、今回のやつはパワーシェイカーだからクリアできたようなもんだと思う。うん、やっぱ最後のあの数だったら普通じゃ無理だ。うん、パワーシェイカーで爆発が連鎖して、それで敵にダメージ与えて、で 6% 吸収して、でそれでなんとかやり過ごせたけど、普通じゃあれは無理だったね。ということで、パワーシェイカー付きの、怒りビルド、これおすすめです。本当に強いので試してみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。